笑った。久しぶりに笑った。腹を抱えて笑いましたよ。何を笑ったかって、それはね、俺が若い頃に書いた詩集のことなんですよ。タイトルがボラギーノールを買いにですよ。そんで頑張って製本してるところがまた笑える。実家の押し入れで発掘されたらしく、ある日母親に渡された。これ出てきたよって。当然母親も詩集を読んだとのことです。荒削りながら光るものがあるとか言われちゃって、やめてくれよですよ。隠したものっていうのはいつか白日のもとにさらされるんですね。それは大体がエロ本の類なんだけど、まあ言ったなこれ。ある日ある時、絶妙なタイミングで発掘されてしまうんですよ。シャレになんないですよね。それはまるでタイムカプセル。まさに鳩が豆鉄砲を食らうがごとし、昔隠したエロ本が出てくる確率は非常に高いのである。僕の場合はこの詩集だったんですよね。当時どんな詩を書いていたかなんていうのはね、当然忘れているよね。当然三浦淳の青春の色でみたいな世界が展開されていると思うじゃないですか。恐る恐るページをめくってみたんですよ。するとね、意外とすんなり読めるんだよね。その赤面もしないでさ。シドビシャスノーリターン、行き場をなくしたパンク野郎どもよ、カラオケボックスで春日八郎をハードに壊れ。なんなのこの壊れっていうのはね、ちょっとよくわからないんだけどね。氷河期は訪れた。熱く燃えた70年代を思い、涙しろシドビシャスノーリターン。あなたたちが壊しきれなかったクソのような時代が蘇る。ごった返すゴミのような街中、俺の脳裏で、俺の心の中でいつも響いているのさ、あなたの歌うマイウェイが。読み進めるうちに、あまりにバカバカしい詩の世界にいつの間にか大笑いしていったってわけです。アホな自分をね、俯瞰して見れる年相応になったのかな。ところでこの詩集欲しい方は特別ね、3万円でお譲りします。今は無名かもしれませんけども、僕が死んだ後にね、いきなり値が上がったりすることもありますからね。誰か僕に投資をしてみませんか。